サンビセンテデルラスペーグ、またはサンビセン、デルラスペッチは、スペイン・バレンシア州アリカンテ県のムニシピ。公式名は二言語の名称を、スラッシュで連結したサン、ビセンテデルラスプイグ、サンビセントデルラスプイグ。アリカンテ都市圏を構成する都市であり、アリカンテ県の県とアリカンテから北東に、約1 0トル離れている。アリカンテとサンビセンテは、 都市間が連続して都市化されており、レンフェのセルカニアスムルシア、アリカンテやバレンシア公営鉄道のアリカンテトラムで、相互に往来が容易である。水源に乏しく、季節によって水が流れるがあり程度しかない。加えて、農地に適するほど肥沃な土壌は、村落の近くを除いてわずかである。乾燥した地中海性気候で、1月の平均気温は、摂氏摂氏11度。 7月8月の平均気温は摂氏摂氏25度である。一方、高雨量は年間通して不均一に降り、年間340ミ、mm、リメートルを超えない。樹木の植生に乏しく、穀物や農場で松が見られる程度である。イヌカのグラスやローズマリーなど雑草が飛行地に追い茂っている。イベリア人、ローマ族州ヒスパニア。 アラブ占領時代のサンビセンテに関する研究記録は何も残っていない。少なくとも17世紀以降、プラデラ、オリベラ、エル・ラスペーグの2つの村が確認された。サンビセンテとは、エル・ラスペーグで説教を行ったことのある中世の聖人、セイビセンテ・フェレールにちなんでいる。その後、エル・ラスペーグは、礼拝堂を中心に発展していき、 サンビセンテデルラスペーグを名乗るようになった。1848年にはアリカンテより分離して独立した自治体となった。1858年、マドリードアリカンテ間の鉄道が開通しサンビセンテにも到達した。これによってアリカンテ港に近くなり、サンビセンテで作られた一部の製品に輸出の道が開けた。1873年から1878年に、 かけて、アリカンテからアゴスとイビエ向かう道路が開通。1905年にはアリカンテトラムが開通し、1924年には電化された。これにより、タイル、セメント、石膏といった建設資材の工場が千セン手にでき、その後家具工場ができた。19世紀後半から20世紀初頭にかけ、サンビセンテは、 ソリアイマータの戦場都市理論による都市化を経験した。スペイン第二共和制時代からスペイン内戦期、都市はフランス革命歴の第8月にちなみ、フロレアルデルラスペグと改名されていた。1960年代以降、バレンシアーナでセメントスのセメント工場や家具工場の工場で人口が大幅に増加した。1979年には、 中立大学のアリカンテ大学がサンビセンテで開校した。1991年、バレンシア語がサンビセンテの巡行用語と認定され、自治体の公式名にバレンシア語のサンビセントデルラスプイグが併記されて、二言語の名称をスラッシュで連結したサンビセンテデルラスプイグ、サンビセントデルラスプイグとなった。サンビセンテは、 あらゆる種類のビジネスを含む業界が存在する一方でアリカンテ都市圏のベッドタウンでもあるまた学生数約2万8000人を要する州立のアリカンテ大学の本部を抱えているかつては農業が経済の大黒柱であったが現在は住宅辞書や工業団地が優先され穀物畑は背景に押しやられた唯一パルティダラスペーグにて 伝統的な農業が行われている。この地区は農業保護区として大規模農業が実践されており、特にトマトやイチジクの農園がある。ありがとうございます。